速稼塾の久保です。おはようございます。今日は、ね、10月10日です。47歳で私がいられるのも今日が最後ということでございますね。で、最後の日のイベントとしては2つあります。1つはですね、今日は町内会の定例会がございます。こちらの方ではね、もうね、この半年間いろんな投書をいただいて、ああしろこうしろと言ってくるんですよね、でもどうすればそれができるかってことを書いてくれてる人は誰もいません。例えてみればね、平和な世の中になればいいなと思いながらも、どうすればそれができますかってことを誰も考えてない状態です。お金持ちになりたいなと、豊かになりたいなと思ってるんだけども、そのためにどうすればいいかってことを全くやってないということ、これと似てるなと思いますよね。で、2つ目の出来事なんですけども、 FX の基礎講座が今日からスタートです。これから皆さんのね、42名の方のメールアドレスを登録して、お届けすることができると思いますけども、もし万が一ね、今日午前中にあれ届いてないんだけどなーって方がいらっしゃったら、まず迷惑メールを確認した上でご連絡ください。というのがね、一斉配信メールってメールアドレスのこの暗号化がちょっと変わるんですよ。まあ、ですんで、Gmail 以外の方は弾かれる可能性が高いです。まあ、ですんでね、メールアドレスっていうのはやっぱり Gmail をね、使った方がいいと思いますよ。今世の中は全て Google のサービスが主流になってますんで、Google のサービスの一環で Gmail っていうのを使うと体制がかなりね、あると思いますんで、Google のサービスの中では Gmail を基準にやり取りがなされてますけども、いろんなメールアドレスっていうのはそれこそね、ステアカウントとかいたずらメールに類するものとして弾かれる可能性が非常に高くなってますんで、この機会にね、 Gmail ってものを一つ取得しておくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとまとめますけどもね、今日から FX の基礎講座が始まります。全てメールでお届けしますけども、午前中に届いてないよって方はね、これはね、メールの再設定をしますのでご連絡いただければと思います。ということでね、自分の人生は自分で責任を持つしかありません。こういう風になりたい、ああいう風になりたいっていう風に発想を持ったら、それがどうやったら実現できるかってことを自分の中に蓄えていきましょう。どうしてもそれが分からなければね、この速稼塾の久保までご相談いただければと思います。そして経済的な自由を手にするための階段の一つが FX をマスターするということでございます。そして FX をマスターしようと思えば、当然ですけども基礎が必要になってきますので、この3ヶ月基礎をみっちりと叩き込んでいきましょう。もうプログラムはね、できておりますので、この動画を見ている方、 FX に興味がある方を基礎から中級者へ、要するにトレーダーとしてスタートさせるための養成はもう万全でございます。あとはついてこれるかどうかの話です。よろしくお願いします。じゃあ、いってらっしゃい。